久保さん、ちょっとマイクを変えまして、これね。これ。これ、チャイナ製なんですけども、で今ちょっとレビューしてたんですけど、3000円ぐらいなんですよ。クソ安く、クソ安いんですけど、まあ結論、まあまあいいっすね。まあ値段の割には。っていうかまあ一般し、一般の人が聞いたら多分わかんないですね。多分わかんない <laughs>。まあこのビデオマイクロっていうマイクがあるんですけども、それずっと使ってたんですよ。 で、でもそれちょっと不便があって iPhone でかますときにケーブルをまた余分にか買かわないといけないんですよ。これ全部ついてるんですね。で、よくその、まあ、今回のテーマが YouTube。まあ you、まあ、ちょっともう村上ファンド系は置いときましょうか。<laughs> あのもうガラッと書いて。堀江さんもね、ちょっと置いときまして。あの、初心者。ね、あの YouTube 初心者の質問みたいな。 まあ、あのそのマイク何がいいですかみたいなね。まあ、ぶっちゃけ iPhone のマイクとか、別に機材も、ね、iPhone でいいんだけいいんですよ。ただ、まあね、初心者でもじゃあなんか買いたいってなるじゃないですか。じゃあ高価なものをね、あのー、必要なのかっていうところで、まあ、マイクもね、これ,3これは3万くらいするんですよ。あ、4万か。これ4万が3万します。じゃあその初心者にね、これをおすすめするってなると、まあ、高いですよ、みたいな話なんで。<laughs> ね うんじゃあ千千、3000、2000、3000だったらどうですかみたいな。で、まあ、全部入ってるし。で、あの、まあ、買った理由としては、まあ、動画のネタでちょっとね、まあ、久保さんもあると思うんですよね。YouTube これから始めるのにね、どんな機材必要ですかみたいな。まあ、ぶっちゃけいらないんだけども、まあ、どうしても欲しいっていうことだったらこれいいんじゃないみたいなね。いや、欲しいんですっていう人がい、いや、iPhone で十分だよって言ってもね、いや、欲しいんですみたいなね。ま余剰資金でやれよって。 いや、あの、儲けたいんです、バ、ま、ー、あ、みたいなね。そう。まあ、いるわけですよ。いくら言ってもね。iPhone で十分だよって言ってもね。あの、買いたいんです。あの、ツっコみたいんですよ。余剰資金でっつってもね、突っ込みたいんです。はい、そういう人のためにね、3000だったらいいんじゃないかなと。これね、結構ね、僕、いいと思います。うん。コスパはいいと思います。非常に。だから、初心者の方はこれ、非常におススめだなっていう。まあ、実際にね、僕もちょっと、あの、 レビューとかも見て、で、僕も今レビューしたんだけども、まあ動画も撮りましたけど、結構いいっすね。で、作りも結構しっかりしてて、うん。はい。まあ、初心、YouTube 初心者のおすすめの、YouTube、まあちょっとタイトル YouTube 初心者の質問とかにしときましょうか。いってらっしゃい。